はようございます。7月16日木曜日 AM テクニカル分析です。フォレックス TV ジャパンの小原がお送りします。朝のこの時間はチャートを使ったテクニカル分析で、前日の値動きの復習と今日の東京マーケットの動きを予測します。それではアセンダントの山中さん、よろしくお願いいたします。おはようございます。昨日は円高が目立つ一日となりました。東京時間は揉み合いを続けていましたが、ヨーロッパに入ってからドルスイスのストップオーダーがきっかけとなり、欧州通貨でのドル安の動きがクロス円買いへとつながっています。またニューヨーク市場に入ってからは予想より強かった経済指標、またアメリカの方の、企業の決算内容が良かったというようなこともあって、クロス円の買いが加速、ユーロ円が一時133円40銭レベルと前日の終値から3円近い上昇となり、こうしたクロス円に引っ張られる形での、ドル円での、円安の動きということで、一時94円の46銭まで円安が進行しました。引けにかけてやや調整は入っていますけれども、円安の地合いが続きやすい展開が、本日も、考えられます。それではドル円のチャートを見てみましょう。ドル円ですけれども、テクニカルにも91円台後半、これ3回して抜けなかったというのがやはり、まずかったかなという感じだと思いますけれども、短期筋のショートカバーに加えて、今言ったようなクロス円での円売りの動きという、そういったものがですね、加速する形でもって円安が進んでいるということで、昨日は、ついに転換線、昨日の段階で94円の31銭にあったんですけれども、転換線を超える水準まで円安が進んできています。本日は転換線がこれ93円の93銭に低下していますので、94円前後、円高の可能性が、この先残るのかどうかと、微妙な水準だと思うんですけれども、ちょっと今回の円高のトライは、失敗したのかなという状態になってきたかと思います。平均足を見ても2日強い陽線を続けてますので、本日もドルが下がったところではドル円ではドルを買いたい、円を売りたいと考える向きが多いかと思います。現状93円の75銭レベルがサポート、94円の90銭レベルがレジスタンスとする流れと考えておくといいかと思います。以上です。山中さん、ありがとうございました。以上、AM テクニカル分析を終わります。次の放送は午後の FX フラッシュです。フォレックス TV ジャパンの小原がお送りしました。